はい、初めての海ほたる、初めての海ほたる、海ほたるにね、行った時の話です。どういう施設であるかっていうのはね、まあ、検索してもらえば分かるんだけども、橋になっていて、その橋の真ん中に商業施設があって、で千葉県の方に、神奈川県の川崎ぐらいから千葉県の方に渡れるのかな、うん、まあ、そういう横断道路、東京湾横断道路というかね、そういう感じの湾内を横断するような、あ、まあ、道路、海上の道路だと、橋というかね、まあ、そう考えてください。その真ん中にある海ほたるっていう、まあ、休憩所みたいな、ちょっとご飯とか食べれたり、お土産物があったり、そういうとこですね。で、前々からね、海ほたる行ってみたいなと思って、そこ、他にそんな場所ないですから、めったないですから、そういうね、ちょっとよくわからないけども魅力的な海ほたるに行ってみたいなと思っていて、ちょっと千葉に行くね予定があったんで、その日はバスで川崎まで、川崎からバスで、その海ほたるの、まで行って、それで降りてですね、ちょっと買い物なんかして、またバス乗って、千葉県の方に行こうかなと、そう思いました。で、川崎からバス出てんだよね、で乗ってですね、海ほたる着きました。そしたら結構でかい、うん、でかくって、中がね、空洞というか吹き抜け、ちょうどね、円柱のようになっていて、円柱のようになっていて、中が吹き抜けになっていて、まあ、ちょうどこうチューブのようになっていて、まあ、3階4階とかこうねあって、ど真ん中にエスカレーターがあって登っていけるような、で上の方はレストランとかあって、下の方はお土産物屋とかたくさんあって、ただね、私が行った日はウィークデーだったんで、閉まってる店も多かったです。うん。で、着いたのが昼過ぎ、もっと3時過ぎかな。で、しばらく1、2時間いて、夕方になったらね、まあ、千葉県に渡ろうと思って、日が暮れる前に渡ろうと思って、で、まあ、買い物をしたりとかね、お土産物見たり、ゲームセンターも確かあったかな、中に。で、こう、なんかオブジェみたいなのもあった、それを写真撮ったりしてました。で、ちょっと不安になってきて、あれ、バスって何時まであるのかなと。私はてっきりね、終バス、終わりのバスは、7時とか8時とか、そのぐらいまではあるもんだと思い込んでいたわけ。普通のさ、路線バス、街で走ってる路線バスも、日が暮れてからも結構走ってるよね。まあ8時9時までやってんじゃないかな。だからそれに準じて、まあ7時8時ぐらいまでやってるのかなと思ってました。ただまあ、終バスの時間をチェックしとくのはまあいいことですよね。で、バス乗り場に行ってチェックしようと思って、行ったらですね、もう4時とかそういう、ちょっと記憶曖昧ですけども、4時とかそういう早い時間なんだね、終バスが。で、まずいまずいと思って、もうその時ね、終バスの1本手前、終バスの1本手前のバスにちょうど乗れる時間帯でした。で、これをパスすると終バスの4時ぐらいのバスで終わりということで、終バスの1本手前の3時何分とか3時半とか、そういうバスに乗って、千葉県に、渡りました。今考えてもなんか胸騒ぎがしたというか、終バスが非常に早かったんだね。はい、思ったより早い。今もそうなのかわからないけども、まあとにかくその時はめちゃくちゃ早いと思いました。うん、でもしね、もしその終バスに乗れなかった場合はどうなるんだと。私はバスで来てますから、みんなね、車で来てる人も多いんですよ、自家用車で。で、パーキング止めて食事したりしてますね。私みたいなバスで来る人はあんまりないかな。まあでもいますけどね。で、バスで行って、千葉に渡ると、その終バスがなくなった場合、私はどうやって帰ればいいんだと
帰りというか千葉に渡ればいいんだと。タクシーかと思って、タクシーそこを巡回してるとは思えないよね。しかもねえ、それどうするんだろうね。終末乗り過ごした人はどうやってそこから移動するんだろう。次の日の朝かな。いやーちょっとこれ謎ですけどね。うん、ヒッチハイク、いやーちょっと分かんないね。まあとにかく初めての海ほたるの話でした。